生高だよう代表的な温室植物道場、図版内部構造も示されている。温室植物とは、温室で栽培される植物を指すこともあるが、高山植物の中の一部のものを指す言葉である。葉などが薄くなったものが花の周囲を折って、温室のようになっているものを指す。高山は生物にとって過酷な環境である。特に低温は、生物の活動にとって大きな妨げになる。 植物にとっては、自分の活動についてもそうであるが、花粉媒介を動物に依存する場合、動物の活動にも不利であるから、より困難を抱えることになる。これに対する回答の一つが、温室植物である。これは、花どが薄くなって広がり、花や芽の周囲を覆うように発達し、それらの周りにある程度光の入る、しかも外とは切り離された空間を作ることになる。 これはまさに温室であり、内部の温度は外界より高くなる。これにより重要な器官の発達を助け、また花粉媒介者の活動をも保障する。高山植物にはごく背の低いものが多い中で、温室植物は往々にして周囲よりもはるかに背が高くなるのもそのためと考えられている。温室植物の利点として、紫外線からの植物体の保護を上げる考えもある。 高山では、低地より、はるかに紫外線の照射量が多く、葉によって、目や花を覆うことでそれを避けているというのである。なお、同一の問題に対する全くの別解に、全身を長生けで覆う、という方法があり、これは、セーター植物と言われる。いずれも当年生の葉が、成長点や花の保護に預かる点で共通し、またこの両者はいずれもネパールヒマラヤの高山域に、 独特に見られる。最もよく知られている例が、タデカダイ王族のイタカダヨーレウムのびれである。この植物は、ヒマラヤ東部の標高が4000メートル付近からそれ以上に生育する。普段は大きくて、丸い葉を地表に広げたロゼット状だが、花をつけるときは茎を1メートルも立てる。この茎には多数の包容がつくが、それらは薄黄色をしており、 広がって中央が上向きに膨らみ、先端は下向きに曲がって、下側の法用に重なる。それらは全体として内部の茎と花を包むようになり、外からは法用の表面が重なり合った円錐形の塔に見える。その内部は外界より摂取5度も高かったという記録がある。低温の際にも周囲ほどには温度が下がらないことがわかっている。また内部には、 多数のハエが入り込み、花粉媒介に関わるという。大王族では、この種のみが、温室植物である。しかし、アール・アレクサンドレは、やはり白い包容が下側に、曲がった花を包むようになっており、これも、温室植物に含めることがある。形態的には、聖高だように似ていて、ただ質とは互いに接しておらず、その内部を完全に覆うまでには至っていない。 この類の普通の形と、聖高大王の中間の姿といっていい形である。ボンボリトウヒレンもう一つの群であるキクカ、トウヒレン族では、ボンボリトウヒレンが、典型的な温室植物で、高さ1メートルにもなり、花の下の包容が発達して、果樹を包み込んでいる。この種もハエが、花粉媒介し、花は異臭を放つ。同族のエス・インベルクロタやエス・ブラクテアダは、 やはり包容が花を包むが、開花すると口を開いて、花がはみ出し、やはり不完全な温室植物である。禁煙種の中では、ボンボリトウヒレンがズバ抜けて大きい。また、同族のワタゲトウヒレンはセーター植物の方で代表とされる。高山植物であるから、その生育地は当然ながら鉱山である。高山植物は世界中に見られるが、この方のものは、 ヒマラヤ地域でのみ知られる。以下のようなものが挙げられている。駆動 P34 駆動 P34 から35おみかげ BP219 土田 P229 みかげ BP219 みかげ A P14 から15ありがとうございます。